どうも、スカイチリス、イエイ、めっちゃ唾出た。ということで結婚式会場に来ているぞ。式場といっても田舎の式場とかではございません。目の前におしゃれな人たちが通る、ここ表参道の式場でこの格好しております。なんとゲストにあいにょんが来ているんですけど、あいにょんとこの格好で会うのすっごい嫌だよ。髪とかもバッチリ決めてきたの、うん、台無しよ。もう格好さとか一個も出せる日じゃない今日、はい、俺たちまだあいにょんに会ってないんですけども、はい、あいにょんが今ドレス姿になっている。これね、すごいことよ。ハッピーウェディング前ソングで春日ウェディング姿になったんだけど、うん、俺ウェディング姿初っていう女性のを見るの2回目なの。すごいことだよ。夫しか普通見れないんだからね。普通に結婚式呼ばれない人たちだから、呼ばれないからね俺たち。むしろ旦那から嫌がられる立場。そうだよ。これ見えるってことは、うん、本当にありがとう。この企画を考えてくれて嬉しっこぴょーしこかけちゃうぞ。ということでですね、はい、今回の企画ですね、ウェディング、ちょっと待ってね。ブーケトス。今回の客は、はい、ブーケトスダイビングキャッチチャレンジだ。花嫁の女の人がね、そうそうそう、こうやってこう後ろに投げるわけ。まだ結婚してない女性たちが、まあ間もないですよ。そのブーケを取って、ま、次は私の番みたいな行事ですよね。そうそうそう。あれを男である俺たちがダイビングキャッチをすると。じゃあ今日いるんだ女の人たちも。女の人たちも数々います。あそこに取ってるんで。あの人も、あのおばあちゃん、おばあちゃんも多分投げられたらすぐ来る。再婚って最高。まあ今回はなくなったんか、気まずしし準備ができたんで向かいましょう。うわー、運命の対面だからな。花嫁ってことだよね俺の。そう俺の。すげーな、俺の花嫁見れんのか、うん、俺の花嫁ね。すげーな。うわめっちゃ楽しい。うわ先に、だって初めてなんだよ。お前と同じ気持ちだと思うなよ。え俺が何年ですか。いやマウント取ってくるな。マウント取るだろ。取れるしな。これなら取れる。テオ君が扉を開けてください。そっちじゃない、そっちじゃない。年始にやってる浜田さんの番組を思い出した。これ持ち上げて逃げていいってやつ。どうですか着てみて。なんか髪巻けばよかったな。いやいやでもローグの方がいいよ。え芋の糸かなんかでできてる。芋の糸、芋の糸、細い細い。シシ初めてなわけですもんね。初めてです。ありがとうね。ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。ずっと見てられるわ。行きましょう。行きましょうか。もう行きましょう。すごい。シシ。あれも綺麗だよ。本当ですか。写真撮った方がいいよ。あったか。もっと持った方がいいよ。ちょっと待った。トップバッター。シシ。それでは選手入場です。少し緊張はするのですが、初めてのアイヌのブーケトス、落とすわけにはいかないという気持ちを胸にこしらえつつ、全力で頑張っていきたいと思います。今日は絶対に勝ちます。お願いします。では、意気込みの方、僕は何年もアイヌをしてきました。推しが残したものは食べる。推しが好きと言ったものは好き。推しが嫌いと言ったものは嫌い。今日、推しが投げたものは絶対に落とさない。お願いします。では、アイヌさん、意気込みをお願いします。はい。意気込み、なんだ、綺麗なアーチを描けるように頑張ります。よろしくお願いします。
アイニョン、はい、準備は大丈夫ですか？大丈夫です。実はこれアイニョンのコントロールも実は貯められてます。え、なんてうまくそこのマットに投げていただければ。任せてください。でもアイニョンが投げたところは全部取るつもりでいきます。任せてください。任せてくれ。アイニョンがせーのって言うから俺たちはのでスタートする。のが聞こえたらもう行きます。わかりました。会話してる人まずはここから。こんなんもう歩きやん。落としたらそこで終了ですからね。助けより厳しい。ではじゃあテオ君から行きましょうか。いや絶対ジンタンからだ。そうだ。せーの。失敗です。失敗です。失敗です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。今日はありがとうございました。皆さん僕の勝ちでした。ありがとうございました。ありがとうございました。聞いてくれ。お疲れ様でした。ありがとうね。もう一回お願いします。もう一回お願いします。まあいいですよ。いやいや。はい、せーの。うわっ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 。どうしたの。拾いましたよね今。でもこれラストチャレンジだね。これはさすがに。いきますよ。はい、せーの。勝負は勝負なんでね。マットがあるのに関係ないよ。マット、ここで止まって前に結構力入れない。そうだね、マジで。せーの。ありがとう。はい、行きます。ではこの辺です。じゃあ怪我しないように。はい。あれ、せーのですよ。一せーのせでしたっけ。一せーののので走り出すよね。せーのですね。行きますよ。せーの。ちょっと待って、これ怖いな。成功です。ありがとう。ここから一歩下がった。もう見えてないからね、ブーケは。いきますよ。はい、声だけ。せーの。チャレンジ失敗です。なんで俺1回や。まだチャレンジあるんで、2回。そうですよね、初めての失敗です。申し訳ない。があったら足りないよって。悔しい。でも、おや、悔しい。大丈夫か、相方。ここに階段があった。俺が変わることも可能だ。一回やってみる。せーの。愛があれば何も怖くない。すごい。
とできてないもんな。やってみ。せーの。階段に突っ込んでったよ。ここだって着地。よし、準備はいいですか。いきます。あいみょんではお願いします。せーの。それさ失敗。生きてた感じはあったんだよね。気持ち的には引っ返すから。ひばちゃん、じゃあ行ってくる。はい、頑張ってください。いや結構難しいっちゃ難しいね。結構これは不可能ではないけど、多分でも僕に恐怖、恐怖してたテオ君は結構強いから。準備 OK です。伝えてください。まこちゃん、はい、準備 OK ですと伝えてください。何すか。準備 OK ですと伝えてください。せーの。取りました。どうだった。どうだった。僕、取りました。取ってる？本当だ。っていうことは成功です。成功。いやじゃあ、ということでテオ君、はい、おめでとう。アイヌと結婚です。ありがとうございます。最後まで見てくれてありがとう。この動画いいねって思った人は下のボタンから高評価お願いします。間違ってて低評価をしてしまった時はもう一回押せば消えるからね。今日のイラストはユマ、ありがとうね。ユマねえな、400万人を目指しています。絶対チャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ピース。